あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。11番好スタートを切りました。6番この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて11番行きました。続いていくのが14番、その外に13番7番、そのうちに続いています。その外に10番3番、そのうちに続いています。緑の帽子9番、その後ろ4番すぐ後ろ並んで5番1番、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として11番10番、ほとんど差がありません。7番3番手1番、この位置から届くのかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は11番7番、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。11番先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は12番先頭を捉えるか。あと 200m、 11番先頭だ。残り 100m、 11番粘る。一気に12番1着、2着にはどうやら13番、勝ったのは12番、このレースを制したのは12番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは9番、綺麗なスタートを切りました。12番前に行きそうです。続いて14番、その隣に10番2番、そのうちに続いています。ピンクの帽子13番、その後ろすぐ隣に11番、その外に8番4番、そのうちに続いています。その隣に6番3番、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで2番先頭に変わりました。9番ほとんど差がありません。5番3番手1番、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は2番、その外からは11番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は11番先頭、2番手は2番、追いすがる。11番先頭、残り 200m、 11番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。外から一気に12番11番11番、1着2着にはどうやら12番11番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートを切りました。6番前に行きそうです。さらには12番10番、その後ろ。それでは先頭から5番先手を取りました。その外に12番11番、そのうちに続いています。内からは9番6番、そのうちに続いています。その外に10番3番、そのうちに続いています。内からは1番並んで2番4番、この馬もこのグループ。しんがりから7番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番一気に先頭に立ちました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として9番6番、ほとんど差がありません。11番3番手1番、この位置は果たしてどうでしょう。後続も追い上げていきます。さあ先頭は9番6番、その後ろ。さあいよいよ直線の攻防。9番先頭、8番先頭、2番手は9番、追いすがる。8番先頭、差はほとんどありません。2番手は9番、残り 200m、 8番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番、9番、追いすがります。2番1着2着にはどうやら9番、勝ったのは2番、このレースを制したのは2番。
スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。6番前に行きそうです。続いて7番、3番そのうちに続いています。その外に11番、ピンクの帽子、13番、その後ろ、その隣に12番、9番、そのうちに続いています。黄色の帽子、8番、その後ろ、すぐ隣に5番、その外に10番、4番、そのうちに続いています。内からは1番、しんがりから2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度3番レースを引っ張ります。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前は3番、11番、ほとんど差がありません。6番、3番手、1番、この位置は果たしてどうでしょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は11番、11番、先頭、2番手は3番、追いすがる、3番いっぱいになった、11番、先頭、あと 200m、 11番、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。11番、ここまでか。12番、11番、追いすがります。12番、1着、2着にはどうやら11番、勝ったのは12番、このレースを制したのは12番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。6番好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく6番行きました。続いて前へ行くのは3番、さらには13番、7番、その後ろ、先頭に戻りましょう。6番先手を取りました。並んで5番、その外に13番、その隣に14番、内からは2番、オレンジの帽子、11番、その後ろ、その隣に9番、4番、そのうちに続いています。その外に7番、3番、そのうちに続いています。内からは1番、最後方に10番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度13番、一気に先頭に立ちました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。それでは先頭から先手を取ったのは14番、前は14番、2番手は13番、6番、3番手、1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。14番先頭、13番先頭、あと 200m、 13番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。14番追いすがります。13番先頭だ。13番、1着、2着にはどうやら14番、13番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各
白馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。5番前に行きそうです。4番それに続いています。さらには11番9番その後ろ。白馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、白馬一塊です。前に戻りましょう。先手を取ったのは9番並んで10番11番、この馬もこのグループ内からは5番並んで8番、その外に13番6番、そのうちに続いています。その外に12番2番、そのうちに続いています。その隣に3番。さあ先頭はまだ9番5番、ほとんど差がありません。1番、これはかなり後ろからの競馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。9番先頭、差はほとんどありません。2番手は9番懸命に追いすがります。13番いっぱいになった。最後の追い比べ、先頭は13番、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。9番先頭、差はほとんどありません。2番手は9番あと 200m、 9番先頭だ。残り 100m、 9番先頭、10番迫る、一気に8番、9番わずかに9番体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。13番、これはいいスタートを切りました。11番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して11番、花に立ちます。その後ろからは9番、この馬も上がっていく構えです。さらには8番、13番、その後ろ。それでは先頭から11番、先手を取りました。その隣に10番8番、そのうちに続いています。その外に13番、さらには9番、その外に14番7番、そのうちに続いています。内からは1番、その外から6番、内からは3番、その外から5番、最後方に4番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。13番10番、ほとんど差がありません。2番3番手1番、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は10番、残り 200m、 先頭は10番12番、一気に追いすがります。10番粘る、1番迫る、10番先頭、内から一気に1番10番、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。11番、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。10番前に行きそうです。これに続くのが7番オレンジの帽子、12番、その後ろ。内からは8番9番、そのうちに続いています。その外に13番1番、そのうちに続いています。内からは4番青の帽子、5番、その後ろ。内
力は6番、最後方に3番、この辺りで先頭が変わりました。11番、10番、ほとんど差がありません。1番、3番手、1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は1番。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭は1番、残り 100m。 1番抜けた。13番追いすがります。最内から一気に4番、1番、1番、1着、2着にはどうやら13番。勝ったのは1番、このレースを制したのは1番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。7番前に行きそうです。これに続いて14番、その外から13番、内からは11番、並んで9番、その外に12番、その隣に10番。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ7番8番、ほとんど差がありません。1番交代、1番大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は12番、その外からは14番、並んで13番。4コーナーカーブから直線コースに向きました。7番先頭、8番先頭、2番手は9番追いすがる。1番頑張る、8番先頭、あと 200m、 8番先頭だ、残り 100m、 8番先頭、9番追いすがります。8番先頭だ、先頭は8番、1着でゴールイン。8番1着、2着にはどうやら9番、8番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。7番前に行きそうです。1番それに続いています。さらには5番、14番、その後ろ。それでは先頭から8番先手を取りました。その外から14番、その外に13番、5番、そのうちに続いています。その外に9番、並んで6番、すぐ後ろに3番、その外から12番、並んで10番、4番、この馬もこのグループ、すぐ後ろに2番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。前に戻りましょう。7番先手を取りました。さらには8番、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前は7番8番、ほとんど差がありません。13番3番手1番、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。7番先頭、差はほとんどない。2番手は8番追いすがる。7番いっぱいになった。7番先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は3番、あと 200m。 7番先頭だ、残り 100m。 7番先頭、2番手は3番、7番先頭だ、7番1着、7番完勝。7番1着、2着は4番、勝ったのは7番、このレースを制したのは7番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。7番、これはいいスタートを切りました。6番、ちょっとタイミングが合いません。11番、前に行きそうです。5番、それに続いています。さらには14番、10番、その後ろ6番、後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのは7番、11番、それに続きます。内からは5番、8番、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から先手を取ったのは7番、その外から9番、内からは5番、並んで10番、すぐ後ろに11番、その隣に13番。これはいいペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭に戻りましょう。12番先手を取りました。その横に7番、その外から9番。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は13番、2番手の14番、先頭を捉える勢いです。7番、3番手、1番、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は13番、短い直線に入って後続は届くかどうか。13番、先頭、差はほとんどありません。2番手は5番、先頭を捉えるか。5番、抜けた。2番手は11番、先頭は5番、1着でゴール。5番、1着、2着は11番、勝ったのは5番。このレースを制したのは5番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い。11番、前に行きそうです。続いて5番、赤の帽子。3番、その後ろ、その外から13番、その外に14番、その外から9番、内からは10番、その外から12番、内からは7番、4番、そのうちに続いています。しんがりから6番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。8番、黒の帽子。2番、その後ろ、すぐ隣に3番、その外から11番、緑の帽子。10番、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。ここで2番、先頭に変わりました。8番、ほとんど差がありません。3番、3番手、1番、交代。1番、大丈夫か。後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのは3番、3番、先頭。2番手は11番、追いすがる。3番、先頭、あと 200m。 3番、先頭だ。3番、先頭。2番手は11番、3番、先頭だ。3番、1着。3番、1着。2着にはどうやら11番、3番。見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。1番、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく1番行きました。続いて前へ行くのは7番、さらには9番、2番、その後ろ。それでは先頭から2番、先手を取りました。並んで1番、その外に7番、その外から12番、前は2番。ここで先頭が入れ替わりました。7番、2番、2番手に控えました。12番、3番手、1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。7番、先頭、差はほとんどない。2番手は10番、あと 200m。 7番、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。10番、迫る。7番、先頭。7番、先頭だ。7番、大激戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。4番これは遅れてしまいました。さて何が行くのでしょうか。10番前に行きそうです。続いていくのが13番8番、そのうちに続いています。内からは5番、その外から11番、内からは9番、その隣に7番、その横に3番、その外から6番、その後ろに1番、さらには4番、最後方に2番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から13番、一気に先頭に立ちました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭は依然として13番。4コーナーをカーブして、さあこれからです。13番先頭、差はほとんどない。2番手は11番、先頭を捉えるか。4番、いっぱいになった。ここで先頭変わりました。先頭は4番、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は4番、先頭、2番手は1番、残り 100m、 1番抜けた。4番追いすがります。1番先頭だ。1番1着、1番1着、2着にはどうやら6番、1番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。14番好スタートを切りました。6番、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけて6番行きました。これに続くのが13番、その外に12番、8番、そのうちに続いています。内からは4番、その外から14番、内からは10番、緑の帽子9番、その後ろ、その外に11番、5番、そのうちに続いています。この辺りで先頭が変わりました。4番、14番、ほとんど差がありません。8番、3番手、1番、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭は14番、14番、先頭、2番手は4番、追いすがります。14番、先頭、14番、先頭、7番、追いすがります。14番、先頭だ。14番、14番、1着、2着にはどうやら7番、14番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。6番前に行きそうです。
続いて11番、内からは8番、2番、そのうちに続いています。内からは7番、その外から13番、その外に14番、9番、そのうちに続いています。その隣に12番、1番、そのうちに続いています。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番、依然として先頭、その外に14番、2番、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として6番、2番、ほとんど差がありません。14番、3番手、1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は2番、離れて14番、10番、その後ろ、内からは6番。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭に立った。2番、先頭、2番手は12番、2番、先頭、2番手は10番、2番、先頭だ。先頭は2番、1着でゴールイン。2番、1着、2着にはどうやら12番、勝ったのは2番、このレースを制したのは2番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。5番前に行きそうです。続いて2番、その外から7番、その外に14番、オレンジの帽子12番、その後ろ、内からは6番、11番、そのうちに続いています。内からは4番、9番、そのうちに続いています。内からは1番、赤の帽子3番、その後ろ、すぐ隣に10番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。11番、リードは1馬身から2馬身、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はまだ11番、12番、ほとんど差がありません。2番、3番手、1番、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は11番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は5番、残り 200m、 先頭は5番、4番、必死に追いすがります。4番、食らいつく。5番、先頭だ。5番、5番、1着、2着にはどうやら4番、5番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは10番、4番、この馬も好スタートを切りました。10番、この辺りも前へ行きます。12番、これに続きます。並んで13番、7番、そのうちに続いています。内からは4番、6番、そのうちに続いています。黄色の帽子8番、その後ろ3番、そのうちに続いています。すぐ後ろに1番、青の帽子5番、その後ろ、最後方に2番。さあ先頭は7番、9番、ほとんど差がありません。1番、これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。さあ先頭は7番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は10番、残り 200m、 先頭は10番、先頭は10番、残り 100m、 10番、先頭3番、抜けた10番、追いすがります。3番、3番、1着、2着にはどうやら10番、3番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは14番、内からは5番、その外から8番、内からは4番、並んで6番、内からは1番、しんがりから2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から3番、一気に先頭に立ちました。並んで10番、その外から9番、その外に12番、並んで14番、この辺りで先頭が変わりました。10番9番ほとんど差がありません。12番3番手1番、これはかなり後ろからの競馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは12番、先頭2番手は9番、残り 200m、 12番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。14番食らいつく、12番先頭だ。12番1着、2着にはどうやら1番、勝ったのは12番、このレースを制したのは12番。